実はですね、今日この場がですね、一般のお客様に対して Windows 7のことを話すのが初めての日になります。 Windows 7、今年のですね、10月22日に日本市場でも皆様方にご提供するというように日付を決めさせていただきました。はじめに先ほど日本市場に最適化というふうに書かせていただきましたが、今回ですね、このいつも今でもやってらっしゃるようにこの壁紙変更するような画面ですけれども、ここに今回この壁紙を含めてこのデスクトップ周りはですね、テーマという形でまとめられるようになりました。でこの中にですね、今現在この Windows 7というのデフォルトのテーマですけれども、ここに日本というテーマが含まれました。でこれ書いてみましょう。こんなちょっと日本的な音楽が流れましたが、壁紙だけではなくて、そのシステムサウンドであったりアイコンであったりといったものも、自分の好みのものを固めてテーマという形で、まあ、これをもちろん自分の、作ったですね、テーマとして保存することもできますが、この壁紙のですね、日本の方から募集をしてそこから採用したようなですね、日本の壁紙といったものも採用をしております。この壁紙をですね、自分で設定した時間ごとに壁紙自体がスライドショーで変わるというようなこともできるようになっております。でまずこのいくつか今バーッとファイルを開いていますけれども、まずここに並んでいるアイコンですね、この並んでいるアイコンの順番がこう自由に変えられるようになりましたっていうのが結構小ネタとしては一つあります。私はあまりそうでもないんですが、この左から順番に並んでるアプリケーションがこうじゃないと気が済まないという方たまにやっぱりいらっしゃってですね、今現在 Windows XP Vista でやろうとするとその順番にこう立ち上げて立ち上がったのを確認してから次のやつ立ち上げていかなきゃいけないんですけども、今回はですねそこはもうものすごいこうフリーダムな感じで、マデンタップは左から2番目というようなことはできるようになりましたというのが一つちょっと小ネタです。で、この今いくつか開いているこのアイコンにマウスオーバーをしますとですね、サムネイルが出ますというようなものが、まあ、Windows Vista でも似たような画面を見たとおっしゃれる方もいらっしゃると思いますけれども、今回のですね Windows 7ではこのサムネイルが出るだけではなくて、このサムネイルの上にですねさらにマウスをこう載せますと、今までその開いていたデスクトップで開いていたウィンドウと同じサイズでそのプレビューができますと。今まで、まあ、こういったサムネイルのプレビューというものは Windows Vista でもしていましたが、やはり例えばこういったワードのこういう文章ですね、を小さいこのサムネイルで確認してもなかなかこの見分けがつかなかったりとかですね、あとあまりあと Excel とかそういう表だとですね、なかなかどっちがどういう表だかっていうのは分からなかったりするんですが、まあ、このもともと開いていたこの状態で、サムネイルが見れるというのは非常に分かりやすく使えるところじゃないかなというふうに思います。でまたさらにこのサムネイルですね、このサムネイルは単純にプレビューができますというだけではなくて、例えば今これインターネットエクスプローラーで5個ウェブサイトを開いていて、インターネットエクスプローラーはご存知のようにこのタブブラウザーでございますので、今タブそれぞれで1画面というような形でプレビューがされています。で例えばこのタブちょっともう閉じときたいなと思ったらですね、このサムネイル上から閉じるということができるようになりました。ちょっと今分かりやすいように最小化しますが、でこうするとこう閉じていただけるとこのサムネイルから閉じるというようなことができるようになっています。ですので単純にサムネイルはですね、プレビューをするというだけではなくて、ここにも簡単ではありますがちょっとしたそのウィンドウに対する機能というものも搭載をしています。例えば今ちょっと、メディアプレイヤーで1個ファイルを再生しましたが、まあ、サムネイルでもちろん再生も見れます。そうするとですね、ここにサムネイルからですね、この一時停止再生というような操作もできます。ですのでもちろんじっくり見るような動画は違いますけれども、ちょっと流しておいて、中身ちょっと後で見てみたいとかですね、そういう
った場合にはここからサムネイルの中で操作ができるといったこともできるようになっています。ですので、まあ、これ単純にですね、まあ、見れるようになりましたというだけではなくて、さらにそれを拡張して実際この見えた状態から皆さんがどういうふうに使われるのかというものを皆様方 そのフィードバックと先ほどもお話をしましたが、まあ、そういったものも含めてですね、徹底的にこう分析をして実装した結果という形になっています。で今いくつかちょっとワードプロファイルが開かれていますが、まあ、ワードでなくても例えばまあ、Excel の表であったりウェブサイトであったりといったものを例えば左右に並べて、比較したいというような使われ方は結構あると思います。今まででもこのタスクバーを右クリックして左右に並べて表示というのをやるとできるんですが、それでもですね、今デスクトップ上に開かれているウィンドウを自動的に左右に並べてしまうと4つ開いてると4つ並んじゃったりとかですね、しました。で今回この Windows 7ではですね、それが非常にもう直感的に手の操作だけでできるようになっておりまして、この今横に並べたいと思っているこのウィンドウをですね、ちょっと掴んでいただいて、でこれを左にポイポイってやります。こうしますと、左側半分にくっつきまして、例えばこれまた今度は右に半分につけますと、こう右にくっつきますという形で、このマウス操作だけで、元に戻すと元の大きさという形で、こう横にくっつけたり離したりというものが非常に自由にできるようになっています。でまた上にくっつけると最大化だったりですね、というような形で、マウス操作だけで、今ちょっとこれパッとこの2つ並べたいなと思った時に右左とこうやるだけでですね、簡単に比較ができるようになっています。でまた一つちょっと面白い機能として、例えば何でもいいんですけど、この今4つ開かれているファイルのうち、まあ、1つこれを残してですね、他ちょっと綺麗に片付けたいなと、他は全部最小化をしてこのファイルだけ見たいなというような場合があると思います。でそうした場合はですね、同じくこれをちょっと掴んでいただいて左右に振ります。そうしますと今まであった他のウィンドウが全部なくなりましてですね、もう一回振り直して戻ってきますというような機能も搭載されています。でこれはですね、例えば、まあ、私なんかもそうですけれども、デスクトップ上にバーッといっぱいアイコンを打ってしまう方とかいらっしゃると思います。でそうした場合にですね、デスクトップに置いてあるあのファイルとかあの画像をここに貼り付けたいなとかっていうのは結構やるんですね、私は。した場合に、まあ、普段だと、Windows キーと M とかですね、こういったショートカットを使って、でさらに開きたいやつだけ戻すみたいなことをするんですが、それが今までとは違ってですね、この Windows 7で、やられる場合にはこれを掴んでいただいて左右に振るだけという形で、実現がされます。まあ、なかなかですね、こういった機能をお見せすると、なんかちょっとこう飛び道具的な機能なんじゃないのと思われる方も多いかもしれませんが、それをですね、実際使うと結構使います。Windows Vista の時に、まあ、こういうのを見せましたね、見せましたね、まあ、今でももちろんセブンでも搭載されていて、まあ、大きな画面でプレビューができますという意味では非常に分かりやすいところではありましたが、まあ、実際そんなに使ってないかなと思うんですね、このフリップ 3D ですけど、まあ、それに比べるとですね、今お見せしたこの横に振るこのシェイクというのを呼んでいますが、この機能はですね、非常に使える機能でございまして、今実際 RC 使われている方いらっしゃればですね、ぜひちょっとこれ意識して初めのうち使っていただけると結構慣れると思いますね。案外に使い道が結構あるなと、案外使えるなというのがお分かりいただけるかなというふうに思います。アイコンを右クリックして出てくるもの、これジャンプリストというふうに呼んでいますけれども、このジャンプリストをちょっとご紹介をします。ジャンプリスト、これでご覧いただくと分かるようにですね、アプリケーションによってこう見た目も変わってくるんですが、最近使った、まあ、最近開いたファイルがここに一覧として出てきますと。Windows Media Player でも最近再生したこういったものですね。で、このExplorerでは最近開いたフォルダとかですね。まあ、こういったものが出てきます。でまたさらに、この右クリックして出てくる、この下から2番目に必ずタスクバーにこのプログラムを表示するというのがございまして、これクリックしていただくと、このタスクバー上にですね、この例えばこれ今電卓やりました、ね、電卓を起動するショートカットをこのタスクバーに固定することができます。今まででもクイック起動というのが左側にあると思いますけれども、あれと全く同じではあるんですが、ここから例えば今ワード
をこのタスクバージョンに今固定しました。で今全部のファイルをこうやって閉じますと。そした場合にも、まあ、ワードのアプリケーションへのショートカットがここに残りましてですね、まあ、非常に簡単にいつも使われる、アプリケーションをここにピンで止めておくみたいな感覚で、使っていただくことができます。でこうしていただくと、まあ、開いていなくてもこのアイコンを右クリックして、例えばこれを開いていただくと、右クリック1回と左クリック1回で、今まで使っていたファイルが簡単に開けるというような非常に使いやすい機能になっています。でもう一つ普段使われる機能をご紹介したいと思いますが、やはり一番多くやられるものはウェブも含めて検索かなというふうに思います。で検索につきましてはですね、 Windows Vista と基本的にやり方は変わってないんですが、その検索のパフォーマンスであったり使い勝手というものを非常に格段に向上させています。でこの今スタートメニュー開きましたけども、スタートメニューにも、まあ、Windows Vista 同様にですね、ここに検索メニュー、検索バーがございますと。でここに今ちょっと MS と打たせていただきますが、まあ、ここからコントロールパネルの項目からドキュメントまでいろんなものが引っかかってきます。でこれで、検索の詳細、全部引っかかったものの詳細を見るとお分かりになるとおり、これ今検索した MS という単語がですね、ハイライトされて、見られているのがお分かりいただけると思います。でさらにこれは全文検索しますので、こういうファイル名に入ってないものでもこう検索ができますし、ここの中でそのプレビューという形でしていただければ、中身もですねプレビューをしていただくことが形でできるようになっていますというところです。でこの検索を含めてですね、このエクスプローラーのこの画面ですね、この画面をこうかなり今回拡張しておりまして、ここにちょっと試しに入れてあるんですよ。今ちょっとインターネットをつなげてないので今出ちゃうんですけれども、このライブサーチで今入れてあります。ここからですね検索いただけると、普通にインターネット上の検索というものをこのエクスプローラー上でもできるようになっていますというような形で、使われている方からすると、それ今探したいものがインターネットにあるのか、それともローカルのハードディスクにあるのか、それともネットワーク上にあるのかといった場所は意識していただくことなく、ガンガン検索していただければですね、見つけやすくなっていますというところがございます。でまたその場所を意識しないというようなこととして、今回今までですとマイドキュメントとかマイピクチャと言っていたものがライブラリという名前に変わりました。でこのライブラリはですね、例えば今これピクチャーライブラリをご覧いただきますが、この中に、ハードディスクの中のまたネットワーク上のも含めてですね、いくつものファイルをフォルダをですね、ここにマウントするみたいな形ができるようになっています。今これ3つのフォルダが登録されていますが、こういった場所を全然意識することなく、例えば月別で相当していただけるとですね、これは今登録されている3つのフォルダの中から勝手にやってくれるんですけれども、こういうのもですね、先ほど同様にそれがどこにあるのかというものを全く意識することなく使っていただけるところかなというふうに思っています。ですね、起動速度の比較ビデオをちょっと作ってきましたので、ちょっとご覧いただきます。もう XP のミストとセブンと全部並べて起動をします。これ全く同じハードが当たり前ですけども、 OS だけ入れた状態で、比較をしています。でこれですね、まあ、何度もこういろんな方の前でお見せするんですが、まあ、何つっても起動画面なので、全く面白みがありませんが、まあ、ちょっとこれでちょっとしばらくご辛抱いただいてご覧いただければと思います。まあ、一番上の Windows Vista、まあ、もう立ち上がってきつつありますね。で左下が XP で、右下が Vista というところでございます。はい、といった話をしているうちに Windows 7が立ち上がりました。29秒でした。で Windows XP も、はい、立ち上がってきましたというところでございます。ちょっとなんかこれで比較をすると Windows Vista が非常に遅く見えてしまうんですが、まあまあ、10秒そこそこなのであれですけれども、まあ、先々月マイクロソフトの社内で取ったデータでございますので、またこれは RC 版取っているので、製品開発完了したらですね、またちょっとデータも更新されるかと思いますが、左側にあるように起動シャットダウンというものはもちろん快適ですと。で、まあ、もちろん起動が早ければいいというものではありませんので、起動した後、まあ、普通に使っている上でのパフォーマンスといったものも、まあ、いくつか例として、ファイルをコピーする速度とか大きなファイルを開く時間とかと書いてありますが、こういったところも非常に速くなっておりますし、先ほどデモでお見せしたように、普段の作業の
快適さといったものも相まってですね、非常に使い勝手の良い快適な OS になっているかなというふうに思います。でまたもう一つ、そのパフォーマンスを上げるというところでメモリーというのはやはり大きなところだと思います。でメモリがですね、今回メモリを利用する量を削減していますというところで、分かりやすい、グラフをご用意しましたが、 Windows Vista と Windows 7で、多くのウィンドウを同時にブワーッと開いたときに、使っているメモリを比較したグラフです。でご覧いただいた通りに、Windows Vista はですね、開いたウィンドウの数に比例してこのように、メモリを消費しますと。でこれは先ほどもお見せしたそのフリップ 3D やはりそのサムネイルといったところで使い勝手を向上をもちろんしていくんですが、そのスナップショット、まあ、情報をですね、メモリに全部持っているということによってあれは実現しているので、それがこういったデータに表れますと。で今回 Windows 7では同じような見え方はしているんですけれども、ご覧いただいて分かるように、今これ一番右側がですね、50個同時にウィンドウを開いているところであるんですけども、これだけ開いてもですね、メモリの消費は全く変わらず一定と。ですのでつまりこれで余ったメモリ、使ってないメモリによってパフォーマンスが向上します。他の作業とかですね、他のアプリケーションにメモリを回せますといったところがやはり大きなところかなと思います。